探偵事務所。あ、ハックン、依頼来てる？何もない。マジっすか？マジっすか？マジっすか？何？ポスターごめんくれじゃ意味なかったのに。よし。とりあえず寝るじゃねえ、待とう。お気楽すぎるだに。カチャ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 、ターン。依頼来たー。なに？マジか。どういうことだ。依頼なんてない。ブログ作ったんだよ。何？ブログだと？つぶやきにつぶやいてもらったの。思った以上に効果あったみたい。つぶやきってあれかな、つぶやき資料が元だからフォロワー20万人とかそんなんいるのかな。どんなブログ見せてごらん。あら、よくね、よくない、よくない。うわ、なめきちじゃん。この方が人気出ると思ったんだよね。でもなめきちってなんかのキャラクターだろ。個人ブログで勝手に使ったら怒られねえか。我ながらいい感じ。ベイダーモードやる気か？あ、やらなかった。はい、こちら皆さん不思議探偵社。私だ。ボス。今回の指令。これ分かる人いるかな？はい、しめ、うん。カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビの探偵コントじゃねえか。中さんの依頼っすね。かしこまりました。来た来た、忙しくなってくるぜ。ほら、うさぴょん、手伝うがよい。はい、私、まとめちゃうから。やるなに。早く調査に行くだに。5つ中3つ、ちょっと携帯とかぶってね。どうせ5つ全部やるんだけどっていう。はい、見せてごらん。あ、やった、チャリもらえる。チャリチャリ、チャリチャリ、まずチャリ欲しい。それでは、依頼について詳しくお話を。 SSC ヤッピー。青葉原駅前に自転車マニアのお兄さん、子供にも本気でチャリレース挑んでくるんですっていう事案が発生中。すごく楽しみにしてたライブに行く途中捕まっちゃって、開演時間間に合わなかったんすよ。もう最初から見たかったなにゃけっぴんのライブ。どまい、どどんまい。ほんと迷惑、どうかやめさせてもらえません？やってやろう。手間から考えると全部受けてやった方がいいんだけど、頭の中こんがらガールになっちゃうんだよね。まあ、別に確認すればいいだけの話なんだけど。富士そば？タイムプラじゃねえの？鴨せいろそば。一個ずつ行く？やっぱ戻ってくるのめんどくせえから一個ずつは行かない。全部受けるか。次合成ね。はい、お次の依頼者。あらあら、口だけ女じゃん。でもどっちか帰ってこないの。落ち着け、まあ落ち着け。何よあんた、怖いよ、ヒステリー怖いよ。最近笑点寺で神隠しの村さんの知ってる？笑点寺にいたよが帰ってこないでもさんの。合成されてるだけだろ。一体切り替えてこなくてさ。そいつは心配だ。どこ行っちゃったの、デビビルちゃん。デビビランになってんだろ、どうせ。兄貴、私いないとダメなのに。はい、大丈夫、私にお任せください。神隠しの謎を必ず解いてみせましょう。はいはい、次次。富士そばの店員。はい、蕎麦屋の店員からの依頼。忙しいから事務所まで来れられない。どこに行けばいいのか。はい、蕎麦屋に来てねっと。今回は運が営業が今少ないからね、増えるのかな、最終的に増えてほしいけど。
ミステリー。はい、そしてこれウサくんだね。友達が欲しいだに。おめえじゃねえか。あのこれ依頼人ウサピョンだよね。バレたたに。妖怪の友達いないんだ。妖怪になりたてだから。そういうのは人間のと。これきついな。もちろんさ。あ、おいほじゃないけど。おい。人のこと笑えねえぞお前。張り切って参りましょう。ウサピョンの友達作ろう大作戦。どんどんパフパフ。パラリラパラリラ。オフ会とか参加してみたら。私も参加したことあるわけじゃないんだけど、セラピアーズのオフ会に行くとさ、多分ね、あの大きなお友達だらけの可能性あるから気をつけろよ。というわけで一遍妖怪お知らせッターで探してみてちょ。見つけただに。オフ会って書いてあるだに。友達のいない妖怪。嫌なオフ会だな。いいじゃんいいじゃん。これにさ、よくねえよ。自ら晒していくスタイルじゃねえか。当てたくいかない。友達作りの大チャンス。C102。 おお、アンノン団地だ。ごくごく普通の団地ですが。よーし、任せなさい。さあラスト。大森山の殺虫事件。また死んだのセミマル。セミマルじゃねえな。セミマルだっけ。結構曖昧だ。一番初め一緒にいたんだけどな。進化して技が変わった瞬間に首にしたからなこいつ。毎回あだ名勝手につけてるから、あの元の名前覚えられなかったりするんだよな。よし、とりあえず全部受けた。まずチャリ欲しいよね。移動速度上げたいもん。というわけでチャリから行こう。あ、これも来てる。お知らせった。神頼みしかない。そうは思いませんか。最近大森山の事件でおさい銭続けてるんですが、モテてきてる気がします。すごい大物妖怪に出会ってしまって恐縮しちゃいました。でもまだ大物妖怪に勝てないだろうしな。こっちじゃなくてこっちか。クエスト、クエスト行きます。チャリから行きます。天気のいい昼だけ。駅前だったらさ、あれだよね、ぶっちゃけ電車で行った方が早かったりするんだけど、電車金かかるからな。子供はね、お金より時間があり余ってるから、まずは橋とメンバーチェンジ。変えたな。ケータ編に行く前に変えた覚えがあるわ。とりあえず紐野郎にレベル上げてもらわないと。レベル上げてもらうんじゃなくて上がってもらわないと。レベル3はちょっと死ぬ。ちょっと殴られたぐらいで死ぬ。それはまずい。はい、というわけで駅に向かいます。どこから行こうかな。どう行こう。地下通った方が早い気がする。もう青鬼とは戦わんぞ。お客様の中に宝箱はありませんか。そんなものはない。宝箱ないの。はい、ないです。そんなものないよ。違います。私が宝箱を見つけるのではなく、直接アイテムをあげるのです。駅前走ろう。健康にいい。ポケモン GO かな。違います。待ってよ。ルール守ってよい子だ。俺と勝負するか。守らなきゃよかった。ルールなんて守らなきゃよかった。はい、戦う。だが戦う。絶対勝てないの分かってて戦う。バトルスタート。くらえ、俺の必殺。
全員死んだ。あ、まあ知ってた。エースそんな攻撃か。うわ暗いこの泡。狙う、苦手、何もないじゃねえかそんな攻撃で私が倒される。うわうわ迷いまいまい。なんという強さ。信号は守らない方がいいんじゃねえかな。しょんぼりだに。なんだこれ、なんじゃこりゃ。無駄足じゃ。アメリカだったらクイズでアイテムもらえるのに、日本は怖いところやで。ほんま日本は恐ろしい国やで。愛駅到着。下からや行けません。ロータリーからじゃ行けません。タバコが触れません。さあやってきた。さあやってきました。ちょっと待って、わかるかい、みんなわかるかい。青葉原の自転車マニアに会いに行こう。ここの駅じゃなくて青葉原じゃねえか。俺ちゃんと説明読んでなかったわ。やっちまったな。なんだろう、リセットするとさ、またここの依頼受け直さなきゃいけないから走って帰った方がマシか。ここまで来てるんだし別の先行くか。ちゃんと話聞かないとダメだな。青葉原駅前じゃねえかって。駅前っていうから普通の駅前来ちゃったわ。どうしよう。ここまで来ちゃったから安穏団地まで行っちゃうか。やっちゃったわ。一番遠くまで来たしね。安穏団地。遠くまで来て思えば遠くへ来たもんだ。いや、なんで止まったの。別に俺道路出てなかったよね。はい、というわけで一ちゃん左下行ってみよう。104102だよ。なんで104つった俺。今なんつった。この団地、団地外にでかいぜ。今週のノルマ団地。団地。はい、やってきた団地104。こっちが4だったな。やってる閉じまい。あ、じゃあこっちか。あれ、おい、ちょ待てよ。102だった。ふう、左から順番に1234。じゃあここだ。ここがオフ会の会場みたいな。こんなところでやるだに。はいよ、うさぴょん、心の準備いいかい。ドキドキする。いろいろいる。やってるやってる。さあさあ、友達いない人の集まりだよ。なんでいないのかを一人ずつ考察していこうじゃないか。まずネガティブ。どうせ誰も俺とは友達になりたくないブン。そんなことないよ、見てよかったら。俺のこと嫌いなんだブン。なんでやねん。お次はギー君。先週のセラピアーズ宮下、何の話だに。セラピアーズご存知でない。見たことはあるだに。そう、その程度ですか。君と話すことはなさそうです。はい、めんどくさいオタク。はい、次。はじめましてだ。あ、どうも。何してるだに。お知らせった。お知らせった。みんなとおしゃべりしないだに。はぁ、もう話聞く気もないみたいだに。友達と会った時にスマホすんじゃねえバカ。携帯ばっかいじってるやついるよね。いるいる。お一人、あ、この人初めてだ。お一人様だ。あ、お一人で何やってるだに。お一人様ですが、何か問題でも。何
あ、一人ならお話でもと思っただけだに。いや、遠慮しておきます。一人が好きなので。じゃあなんでこのオフ会来たんだよお前。さあ、最後はジミー。お、オス、ほら、ウサピョン。あ、いいっす。あ、お構いなく、お構いなく。しょんぼりだ。うん、全く話が弾まなかった。えげつねえ空気だったな。ハズレの合コンよりもやばいぜみたいな。あいつら友達作る気新たに、オフ会なんて絶対参加しないのに。ミーには友達ができないのか。次の作戦を決行する。ウサピョンのコミュニケーション能力に問題があると見た。ということで、モテモテ妖怪に争点だ。争点？なんか俺変なこと言ったぞ。妖怪モテモテ。よし、カフェ、お、シャレンヌにいるみたいだ。海辺のカフェで最高の友達と最高のティータイム満喫中だったね。モテモテ妖怪の名は伊達じゃありませんね。友達できる気がしてきたのに、会いに行くのに。はい、うん。あれ、ケータ編にはいるんだけどな。こっちで友達にしろとか言われるとちょっとめんどくせえ。あ、そうだ、3時間経ってるな。マイニャン完了したニャン。スキルツッコミ、はい。ダメダメはちょっと弱すぎるからね。はい、特訓。あ、アイテム結構手に入れてなかったっけ。姿、ほら、ラブリーな目、ラブリーにゃん。頭、ジバコマ。もうわけわかんねえ。ジバコマになっちゃった。スキル技、攻撃者的にそれでツッコミを入れるという超ズボラで短期物理型だな俺のマイニャン。柔らか肉球はちょっときついよ。にゃんぱき先生、能力は5回しか鍛えれないみたいなこと言ってたよな。にゃんぱち先生絶対あんまりさ、あの、強くならないよね。スキル技、次は努力家を教えてもらえるのか。まあ3時間後にまた会おう。その間に私はあっちに向かおう。おしゃれなカフェに参りましょう。おしゃれなカフェ、海のあそこじゃないの。まあ信じてみるか。